はい、どうもこんにちは。藤本動画藤本です。本日はまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日はね、めちゃめちゃ天気が良かったんで、バイクに乗って、城南島海浜公園の方にねやってきました。普段ね、航空機のジャンボジェット機とかのね、写真を撮りによく来る公園なんですけれども、こんなね感じやかんところです。はいね、砂浜がすぐそこにあって、はいね、こんな感じの場所で、はい、向こう側が羽田空港になりますね。はい、で今日ね何しに来たかと言いますと、まあ、ちょっとねバイクで軽くね、出かけようかなと思って、まあ、行き先をねどうしようかと思った時に、最近購入したねカメラを持ってちょっとまたね飛行機の写真でも撮ろうかなと思ってこちらにやってきました。なのでねちょっとこれから写真を撮っていきたいと思います。はい、ちょっとね荷物の方がこちらなんですけども、ミノルタの α7 フィルムカメラですね。ピークデザインのストラップをつけたものを持ってきています。いつもご紹介している550で α100 をね持ってきています。はい、こんな感じで、レンズの方がこちらですね、シグマの 70mm200mmF2.8 のね望遠ズームレンズをね持ってきています。シグマの 70mm200mmF2.8 のレンズをね付けた α100 になりますけれども、これねちょっとねレンズの方が本当だと確かねちょっとうろ覚えなんだけどね、APS-C だとちょっとねアダプターをこのフードをね伸ばすフードのアダプターみたいなやつがねなんか一緒に入ってたような気がするんですよね。でそれをつけないともしかすると、APS-C のレンズというかカメラで撮ると、ちょっとね、四隅が、蹴られてしまうんではないかなというようなちょっと懸念もあるんですけど、覗いた感じだと大丈夫そうだったので、まあ、もしかしたらね 50mm500mm とちょっと勘違いしてる可能性もあるのでね、なんとも言えませんけれども、一応こんな感じですね。飛行機が来るのを待っていますね。いいシャッターチャンスがあるといいな。α100 でね、写真を撮ってるんですけども、枚数を切るのに、ね、時間がかかってるんで、もうだいぶ夕方になってきちゃって、これ1台で終わってしまいそうな勢いで、あまり枚数はいかないかもしれないです。ミノルタの α7 ですけども、シグマの、70mm200mmF2.8 をね、レンズをつけた状態になります。ね、こんな感じ。ちょっとかっこいいでしょ、これ。ね、何枚かね写真撮ってみたんですけれども、まあ一応ね中にねエクター100が入っているんで、あんまり無駄打ちするともったいないんでね、ちょこちょこっと撮っていこうかなっていうふうに思っています。飛行機映んないかな。アルファ552シグマの70200F2.8 をつけてみました。こんな感じでね、やっぱりちょっとね α100 同様ちょっとボディとレンズのバランスがおかしい、はいね、α7 の時はね縦位置グリップがついてたんで全然そんな見た目おかしくなかったですけど、ちょっとねアンバランスですね。ね、一応年式的には、今日持ってきた、ね、カメラの中では一番新しい組み合わせですね。α550 がねと言ってもだいぶ、まあ、古いカメラばっかり今日はね持ってきてるんですけども、はい、こんな感じです。
だいぶ夕方になってきましたね。もうそろそろ終わりな時間帯ですね。そうそう、僕の方も帰ろうかなと思っています。はい、ね、じゃあ久々に来て楽しかったな、うん、城南島海浜公園の方でね、飛行機とかの写真ね、撮ってきたわけですけれども、今日はね、ここまでバイクで来てたんで、これから気をつけてね帰りたいと思います。はい、ということで本日の藤本動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた皆さん、バイバイ。